さっき拠点でまたカラスマークを投げたんだが外れだったぜ。悪い運気を消耗したから今日は無事に山を降りられるってことだね。おう、そういうことだ。今回はきっといけるさ。まずい、雪崩だ。避けろ。まだ終わっていない。物語、確かに事前に思いつくべきだった。竜の腹には師匠が作った失敗作があった。それが物語の原点。もし僕たちの立場が逆転し、当時生き残ったのが君だったら、僕は放棄された実験品として、原初の人間計画の失敗者として、君に取って代わろうとするだろう。自らの姿を君に変え、君の錬金術を学び、奇跡の生物を創造して注意をそらす。そして隙を見つけ、唯一秘密を見破れる旅人を排除しようとするだろう。そうすれば僕はこの世に生まれた喜びを取り戻せる。